堀尾忠春は、江戸時代前期の大名、出雲国松江藩の第二代藩主、堀尾忠氏の長男。慶長9年、父の忠氏が創生したため、幼くして後を継いだ。しかし政治を取り仕切れるような年齢ではなかったため、祖父の義春が忠春に代わって、執政を行った。この時おばと一族で、筆頭家老の、 堀尾川内守親子による家督横領の陰謀が発覚し、川内守と家門の不死は流罪の上切腹を申し付けられている。後の戦国騒動にも似た事件であり、有力戸様大名家の内紛とあって解役されてもおかしくなかったが、吉原が健在であったためか難を逃れている。江戸初期の書物、姉方祭壇層では、前田としつねとの恋愛関係が取り沙汰されている。 慶長16年、祖父が死去すると申請を開始し、ただ春と名乗った。藩主としてこれといった知識は伝わっていない。1614年の大阪の陣では、死儀の,の戦いなどに出陣して、武功を立てたほか、軍令違反を咎めた徳川家の軍部領を企業で圧倒して黙らせている。現那5年、福島正則が、爆名によって、新州川中島に、 現添宝された際には、広島城の城受け取りを務めた。寛永9年、幕府により、丹波亀山城の天守を破却するように命じられるが、間違って、伊勢亀山城の天守を解体してしまう。寛永10年、死去した。正室、蕎麦芽いずれとの間にも男子がなく、いとこの操縦うを末期用紙に立てることを希望したが、認められず、大名としての堀桶は消滅した。 一族のうち、吉春のいとこの、堀尾田島や吉春の弟子校の腰縛れなどが、松江松平家に仕えた。日後細川家にも、堀尾も助が仕えている。吉春の彦であり、忠春の孫にもあたる石川の之は、堀ゆきの学問の弟子である将軍、徳川綱吉に促される形で、三男の勝明を、堀尾式部勝明と名乗らせ、堀尾家の妻子を継承させんとした。 勝明は、上京三年に、綱吉に敗越し、すなわち、堀尾家の復興として幕府に認定された形になる。石川家久伝によれば、則行の母方の祖母ビ姫が生前に、堀尾家再興を強く願っていた、と伝えられている。しかし、勝明は二年後の元禄元年六月二十二日に、死去したため、堀尾家の再興は頓挫した。なお、則行は、 慶安三年大海ゼーゼからただ春が間違って破却した伊勢亀山に違法を命じられている。また、堀岡の京都における菩提寺、春岩尾院は、堀岡の断絶後は乗り行きが断落ちになり、庭園整備、建物増築等を行い、寛永13年次号を春光院と解消され、以後歴代石川家当主が断落ちになり悲護した。 勝明死去から14年後の元禄十五年うるう8月15日、旗元に取り立てられた後家前田家の初代当主、前田静久が、綱吉の命により堀家採取を継いだとされている。前田玄威の長女は、右大臣、三条西未條の性質、玄威の次女は、堀尾忠氏の性質で、ただ春の母であった。したがって、未條と堀尾忠氏は、義理の兄弟となる。 未定の孫である、大納言を思考時公音の次男が、公家から旗本に取り立てられた元長である。元長はこの縁で、元位系の前田姓を名乗り、なに元議の元次を含めており、さらに、堀家とも縁がないわけではない、ということになる。さらに、後家前田家は、行列寺の持ちありの鞘の形に、堀家の家紋、旗印である、奮闘を用いていた。明治時代に入り、 皇家前田家は、堀尾制で文献を届けて政府に受理されたため、明治期に至って、堀尾家は復興したということになる。ありがとうございます。